茨城県道45号筑波猛火線、筑波市大佐筑波式ケクボ栃木県道45号、筑波、猛火線猛火市高田茨城県道、栃木県道45号筑波猛火線は、茨城県筑波市から、栃木県猛火市までを結ぶ県道である。全線にわたって、整備度は低く、茨城県内においては、センターラインのない共和区間が多く存在するため、2017年現在、 起点から、つくば市作谷まではバイパスが整備されており、新旧両方が県道として指定を受けている。このバイパスにはさらに北上し、上、菅間地区へと至る計画がある。1994年4月1日、それまでの県道八田部明野線と、県道猛火京は明野線を廃止、統合し、起点を、茨城県つくば市、終点を、栃木県猛火市とする。 新たな主要地方道筑波猛河線として路線認定された。この当時の旧道の起点は、茨城県筑波市や田部あざ、漆出口2138番に地先であった。翌1995年に整理番号45に変更され現在に至る。道路法の規定に基づき、茨城県内の蓄生しかどい蓄生し、小栗間は緊急輸送道路として機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。